ジョシュアレノルズによるパック、アーサー・ラッカムによるパックの描写。パックは、イギリスの妖精、精霊、フェアリー。地方によっては、ポーク、プーク、パックル、パグと呼ばれている。どれも違った姿に描かれていることがこの妖精の変身能力を表している。毛深い小柄な人間の姿か、半人半獣の牧畜の神、ファウノスのように、ヤギの足を持つものとして描かれる。 騙されやすい、人間相手にいたずらを仕掛け、しばしば、ウィロー・ザ・ウィスプのように人間を困らせ、まごつかせたりする。また、貧乏人、弱者、恋人たちの利益を図る面があると信じられている。この点で、よくパックは、自然の精霊ロビングッドフェローと混同される。ウェールズではピスカ、プカ、ドイツではポーク、アイスランドではプカ、スカンジナビアではプキーエ、エストニア、 ラトビアでは、プキスと呼ぶ。ケルト神話のプーカに由来する。時折、ホブ・ゴブリンや、ロビングッドフェローと同一視される。いたずら好きな妖精として民話に登場する。トリックスターに分類される。パックインミュージック昭和は生んだラジオ深夜、放送革命 P56 から59より、ありがとうございます。